蓮舫議員、蓮舫さん、どうしちゃったんですか？どうしちゃったんですか？今度は息子にまで怒られちゃったんですか？蓮舫議員、人生をもしやり直せるとしたら、いつに戻ってやり直しますか？私はズバリ、2016年をお勧めします。はい、ということでこんばんは、参議院議員の音羽俊です。今日の Vlog もスタートしていきたいと思います。2月の7日の日曜日にこちら収録をしております。まあ、週末なのでね、少し軽めの話題ということで、また蓮舫さんをね、最近話題の蓮舫さんを取り上げてしまうんですけども、いや、まあ、なんだかんだね、蓮舫さんすごい注目しちゃいますしね、私もね惹かれちゃうんですよね。やっぱそういう意味ではすごい魅力的なというか、常に話題の中心にいるこの能力というのはすごいと思いますしね、ある意味そこはもう本当尊敬をしているということで、ね、まず冒頭申し上げたいと思います。で、今週は蓮舫さん何で話題になってたかと申しますと、まずですね、蓮舫さんって息子さんが、まあ、双子の子供さんがいらっしゃって、そのうち息子さんが芸能界で活動されてるんですが、まあ、息子さんがですね、まあ、YouTube の動画、 YouTube なのかな、まあ、動画を投稿しまして、まあ、この野党の議員を批判する、まあ、これはイコール蓮舫さんを批判してるんじゃないかと、まあ、思われる内容を投稿したと、まあ、いうことがね、非常に大きな話題になりました。これ、この記事ですね。デイリースポーツか何かがネットニュースで流したんですが、まあ、国難、まあ、新型コロナウイルスより党のことを考えているなら、国会議員をやめるべきと厳しく批判したということで、まあ、1月27日、蓮舫さんが登壇した予算委員会の日ですね、おそらく。で、この日の予算委員会を見たという、村田さん、村田蓮舫って名前ですかね。その息子村田さんがですね、まあ、こんな状況下にもかかわらず、政治家の方はなんで揚げ足取り大会をやってるのかな、もちろん間違ってしまったり失敗してしまったことに蓋をしろということではなく、たくさんの時間を取って大々的に上げ足を取る必要があったのかなということを、まあ、告白されたと。まあ、そして、まあ、与党の野党も今はコロナの改善のことではなく、まあ、今年行われる選挙のことで頭がいっぱいなんだなと思いましたと。まあ、こういうことをね、喋ってるわけですね。で、最後に先ほど冒頭申し上げた、国難という状況においても党のことを優先で考えているのなら、国会議員を、政治家を辞めるべきだと思います、ということで、この動画私もね、2分間ぐらい、ちょっと編集されたのを見ましたけども、まあ、淡々とした語り口で、この息子さん、村田さんの息子、蓮舫さんの息子の村田さんが語っておりまして、なかなか衝撃的というか、だってね、自分のお母様が国会議員で、まあ、しかも、その予算委員会、この参議院の予算委員会に立たれてたわけですから、まあこれは普通に考えたら、お母様も含めた、まあ野党の国会議員のことを指しているんだろうなということで、まあ大きな話題になったわけであります。そしてなんかね、昨日ですね、まあカンテレの胸いっぱいという番組でもですね、蓮舫さんが結構大々的に取り上げられてたらしくですね、重森さとみさんというタレントさんが、まあ蓮舫議員の猛烈追及に、まあ怖い、しつこい、お年寄りをいじめないでと、まあいうようなコメントされたということで、そして東国原さんも出てたみたいなんですが、蓮舫さんは昔からあんな性格だと、まあ、旦那さんと別れて息子も決別宣言、立憲の支持率も下がっていて、まあ、突っ込むことが目的化していると、まあ、いうことをですね、もう結構厳しくコメントしたということで、これもネットニュースになっております。まあ、年が明けてからですね、まあ、蓮舫さん焦りがあるのか、かなりですね、初心表明の原稿をツイッターに先走ってアップしてしまったり、そしてそれを謝罪せずに、ここまで開き直っておられたりというですね、まあそこから始まってですね、まあかなり、まあ災難続きと言いますかね、まあ話題の中心におられるわけですけども、で、これ前回私もね、蓮舫さん衆議院とかに転身されるのも一つの手ではないかという動画をね、投稿させていただきたいんです、いただいたんですが、で、これ、東国原さんたちもこう、まあ、指摘しているようにですね、どうしてこの、まあ、立憲の支持が下がっていて、突っ込むことが目的化をしている。つまり、停滞をしてしまっているのかと。蓮舫さん、あれだけの知名度を持って、まあ、今も知名度ありますし、人気もあると思います。まあ、これは私たちは、まあ、保守派の人間から見たらかなり厳しいことを蓮舫さんに申し上げますけども、でも、ツイッターとか蓮舫さんの見に行くとね、やっぱファンがたくさんいても、リプライなんとかね、応援のコメントばっかりなんですよ。だから、参議院議員を東京選挙区でやり続けるということは、まあ、蓮舫さんにとってはそんな難しいことではね、正直ないと思うんです。次の選挙も出れば圧勝するでしょう。まあ、6議席ありますからね、そこから漏れ出るということはないと思います。でもですね、やっぱこの蓮舫さんがこれ以上ね、今のポジションから上に行って、例えば政権交代してまた大臣になるとか、それが想像できるかというと、まあ、なかなかちょっとできなくてですね、まあ、停滞されているのかなという感じもあるんです。じゃあその蓮舫さんがなぜここまでこう力と知名度、発信力を持った蓮舫さんがこうした停滞状態に陥ってしまったのか、そのターニングポイントがどこにあるのかということを分析していくと、私はですね、2016年の東京都知事選挙だと思います。5年前ですね、もう。いや、もう5年前になるんですね。で、この時ね、まあ多分もうご存じない方がたくさんいらっしゃると思うんですが、実は
はもう野党統一の候補として、蓮舫さんの名前がずっと取り出されていたんですね。蓮舫さん出るんじゃないかということで、こう、ずっとこう、いろいろ調整も実際進められてたらしいんですが、まあ、結局蓮舫さんは決断をせずですね、私がやりたいことは国政にある。ということで、都知事選挙の出馬は見送ったと。それ見送った結果ですね、まあ、野党統一候補としてはいろいろ右翼曲折、その他の時ね、いろんな、だから石田純一さんとかね、いろんな名前が上がって、まあ、結局鳥越さんということに、かたり最後は白羽の矢が立って、まあ、結果はご案内通り、まあ、鳥越さんがスキャンダルで自爆をしてしまったこともあって、そして小池百合子旋風が巻き起こり、小池百合子知事が誕生されたわけですけども、あの時もし、蓮舫さんが出てたら、私結構結果わかんなかったと思いますね。あの時はですね、こう、小池百合子さんという女性の、もうこの新進気鋭のフレッシュな雰囲気がある女性対、この都議会のドンという暗黒のおじさん社会、みたいな対立構図があったこともあってですね、まあ、小池さんがバーンってこう跳ねたわけですけども、ここは鳥越さんじゃなくて蓮舫さんだった。で、鳥越さんはそこでまた女性スキャンダルとか起こしてしまったものですから、まあ、やっぱりこの男性政治ってのはどうしようもないな、っていうところでこう女性の小池さんに風がすごい吹いたっていう側面があったわけですけども、あそこが鳥越さんスキャンダル起こした鳥越さんではなくて蓮舫さんだったら、まあ、都議会のどんとか一連 の, このおじさん政治にすごい逆風が吹いた時にこの2人がブーストがかかってやっぱ結果分かんなかったんじゃないかなと思うんですよね。かなり私はいい勝負になったんじゃないかというふうに思います。だから蓮舫さんが都知事になっていても全くおかしくなかったというふうに思うんですね。もうそうだったらもうすごいですよね。この5年間のこの東京の日本の歴史は大きく様変わりをしていたわけですから、そしてそのチャンスというのはね、十分にあったんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ政治家っていうのはやっぱこういうね、節目節目で勝負をするタイミングっていうのが来るわけです。特に蓮舫さんならビッグネームになればなるほどです。知名度があれば。発信力があれば、やっぱここぞという選挙の時には、やっぱ1回か2回はこの政治家やってれば、ビッグチャンスがやってくると。ただその時にこのチャンスの前髪を掴めるかどうか。いや、これはまあ、私はね、もう旗から言ってるので、いや、あの時やっときゃよかったのにって、まあ無責任に言いますけども、本人から見たらいろんな事情もあっただろうし、そして掴みに行っても失敗したかもしれないので、まあそれはもう結果論なんですけども、やっぱあの時にチャンスの前髪を掴みに行って、都知事選挙に出ていれば、蓮舫さんの運命というのも政治家として大成するかどうかというのも大きく変わったんじゃないかなというふうに思います。そして2016年に都知事選挙を見送った蓮舫さんはどうなったかと言いますと、2016年当時見送った時は代表代行だったんですが、その後民進党の代表になられて、まあでも二重国籍の問題等々も、いろいろ紛失をしてしまって、まあ支持率を高めることができないまま失意のうちに代表のを辞任されて、そして前原さんが代表になって民進党は消滅していくという形になったので、まあちょっと今蓮舫さんとしてはそれは不本意だったんじゃないかなということを想像する次第であります。まあそして立憲民主党という政党が誕生したわけでありますけども、まあなかなかですね、まあ今自民党がちょっと落ちてきてるとはいえ、まあ立憲民主党もなかなか政権交代だとかなんだっていうところまでいけないと、まあいうことでですね、まあ参議院の予算委員会見てても、まあこれはもう何度も申し上げている通り、毎回同じ議員ばっかりがバッターに立って、そして福山さん、蓮舫さんと、まあ、旧民主党政権時代の幹部たちがずっと質問しててですね、まあ、目新しさがないということで、なかなかこう、停滞しているというか、もう攻めあぐれている状態でありますので、まあ、こうした中、まあ、蓮舫さんが、いろんな、ちょっとね、ミスを犯して、注目されている。そして息子さんとも決別をされてですね、まあ、厳しい意見を呈しているというところであります。まあ、本当にね、こういう有名な方というのは、それにドラマが、あるわけですけども、まあそういったね、まあ私も東京選挙区の人間ですから、まあ蓮舫さんに負けないようにですね、話題の中心であり続けられるように、まあ私もよく炎上してますけども、本当蓮舫さんと比べるとね、もう全然小物ですから、まあ、しっかり私も実力をつけてですね、まあこういうとこで、ちゃちゃ入れてるだけではなくて、もう蓮舫さんも全然僕は、廊下とかですれ違ってもなかなか挨拶とかもしてもらえないんですけども、まあしっかり蓮舫さんのね、視界に入ってですね、あいつはライバルだと、まあ選挙の時の裏表でね、違うんですけども、あいつはライバルだと、認定していただけるように、しっかりと建設的な政策提言で国会でもプレゼンスを存在価値を発揮していきたいと思いますので、今後もよろしくご視聴ごめんだすとチャンネル登録をお願い申し上げまして、今日の Vlog としたいと思います。それではまた次回、さよなら。